こんにちは、セーラー義塾講師の畑野です。よろしくお願いします。さて、儒学の歴史も3回目になりました。今日やるところは江戸時代です。で、こちら見ていただいて分かるようにものすごくたくさんの人物が出てくるんですけれども、中でも重要な人を取り上げて一人一人見ていきたいと思います。よろしくお願いします。まず儒学の主流が朱子学となります。で、朱子学というのは儒学とは別物ではなくて、儒学という大きな枠の中に朱子学があると、中でも、主流になったと。で、朱子学の中にさらに経学、南学、薩南学というふうに、学派が分かれていきます。で、まず経学からいくんですけれども、経学については、前回の2番でお話をした通り、室町時代五山にいた禅僧が、一緒に禅宗とともに学んでいたところからつながりがあって、その延長線上でこの藤原の成果という方が経学として成立をさせます。で、藤原の成果、この人は実は家康にその朱子学を教えた人としても有名です。で、ここから先はですね、こういったように徳川幕府の将軍とつながりがある人が何人か出てきますので、家康の時が藤原製菓でっていうふうに、この将軍と儒学者、朱子学者というのを必ず結びつけて理解していることで入試にも対応しやすくなります。はい。で、藤原製菓の弟子がこう弟子で、そのさらに弟子でっていうふうにこう書いてありますので見てください。はい。教学の2人目は林羅山の人、かなり入試品質ですね。で、林羅山は林っていう名字になりました。藤原が林になりましたときに林家のスタートをした人と言われています。また家康から家綱までの将軍の自考をしました。で、この自考っていうのは書いてあります。主君に学問の講義をする人、学者です。この人を自考っていうふうに呼んでます。はい。で、本も書いてます。本朝図案という、林羅山です。で、さらにその子供が林賀宝と言います。そしてさらにその子供っていうか、まあ弟子ですね。弟子です。羅山の弟子が賀宝は、さらにその弟子が林宝光、もしくは林信厚と言います。はい。これ両方ともこの名前は覚えておいた方がいいです。この方は、綱吉の時に大学の神になりました。大学の。はい。で、さらにこの系統をたどっていくと芝の立山という人にたどり着きます。これはこのあとこの青い丸のこの2人もそうなんですけど、この3人を合わせて寛政の三博士と呼んでます。寛政といえば、寛政の改革、松平定信、あのぐらいの時期です。その時期に昌平坂学問所という幕府の教育機関があるんですけど、そこで教官をしていた。で、この古賀の正義という方の代わりに岡田寛政、この人を入れて、この人とこの人、この人で寛政の三博士という場合もありますが、ここで3人セットで覚えておいてください。はい。では、この藤原製菓の弟子林羅山の話をしましたが、院家のスタートで自考を教えて本朝図案書いたよ。で、もう一人弟子がいて、松永関教、この人もいますが、その弟子です、木下純庵、この人がまた有名です。はい。木下純庵といえば、加賀の前田綱紀、前田光輝に仕えた学者です。で、木下の木の字を取って牧門を始めた人とも言われます。で、その弟子にこの有名な新井白石、わかりますか、これ聖徳の地です、をした人です。はい。で、新井白石の著作いろいろありますが、徳使用論、例えばとか、折りたく芝の木とか、まあ、いろんなものがありますので、これだけはなくて、さらに余裕がある方はもう全部言えるぐらいの勢いでここは覚えておくべきですけど、意外とこう、慶応義塾大学とかいろんな有名私大で出題される中で知られていないのが、木下純庵の弟子であるということです。またその弟子には室鳩叟もいます。これはまた、八代将軍徳川吉宗の次校として、吉宗に学問を教えていた人です。ここは結構重要な人が3人固まっています。
で、また、そのある弟子の方の家とたどると、先ほどの完成の三博士の微糖二種たどり着けます。はい。で、なおかつここまで覚えちゃって、もうちょっとプラスアルファの情報が欲しいなっていう方は、木下純庵の弟子は非常に優秀な、まあ、有名な方が多くて、もう一人、アメノモリ法師です。はい。これはちょっと教科書に、まあ、ひょっとしたらついているかもしれませんが、なかなか、まあ、この二人と比べると知名度が低いかもしれないんですけど、入信によく出る方です。アメノモリ法師。で、朝鮮で通信士とかの話を習いますよね。で、その対応してたのがこの人です。対馬藩に使われていて、朝鮮外交をした人、アメノモリ法師です。なので、新井白石の、まあ、政治の中で、朝鮮のから来る通信士の待遇を簡素化するとかっていう話があると思うんですけど、それを話し合いをしてたのがこのアメモの講習と新井白石です。はい。で、次です。最初に戻ると、朱子学というのは、経学、南学、薩南学とかっていうふうにいろんな学派に分かれてますが、薩南学については、前回マゲンリでやってます、慶安元寿、この人が、土佐に仕えて始めたと言われます。で、南学、南村梅研、失礼しました。薩南学は慶安元寿ですけれども、これは薩摩ですね、すみません。薩摩の島津氏に仕えたと。で、南学は土佐の南村梅研が始めます。で、その弟子です。谷次中。その弟子です。野中健山。この辺りがもう、順番にもう言えるようにしちゃうぐらいだと、この入試にも対応しやすくなります。南村梅研、谷次中、野中健山。で、さらに、この中健山と同じ弟子として、山崎安西、この人もよく出ます。で、この方は、スイカ神道を開きました。スイカ神道。はい。これは神道なんですけど、その自学流にその解釈をしたものとして有名です。また、山崎安西のこの崎の字を取って、ここからの系統のことを、鬼門と呼んでいます。で、この水化神道ですが、まあ、別の講義編でも話してますが、尊王攘夷運動とかが起こった時の、その尊王論の、下地になっているのが、この水化神道です。そういった意味でも、出題されやすい名前になってますので、覚えておきましょう。で、その山崎安西の弟子、浅見道斎、さらに小川の精霊、これが先ほど言った完成三博士のもう一人でした。はい。といったところで、この朱子学の3つについて、まあ、ざっとお話をしたんですけども、じゃあこのままこう終わるかとそうじゃなくて、こういった朱子学の考え方に対し、それではなくて、本当はこうなんだっていうふうに反対の立場を取る学派も現れます。それについて次回お話をしますので、また今日でちょっと理解が浅いかなっていうところがあったら、資料集などを使って調べておいてください。以上になります。ありがとうございました。